赤嶺ねい寺は、東京都葛飾区立石にある、浄土新州の寺院。赤嶺ねい寺とも、慶長15年に、上杉民部の助の三男、赤嶺ねがいが湯島に創建。その後、江戸の大火で浅草に移転し、さらに、関東大震災の区画整理で昭和7年に、現在地の葛飾区立石に移転し、現在に至る。第16代住職は生命、土 儀式作法などに詳しく多くの弟子を指導した。第十七代住職のかす亮は、声楽家、アマチュア天文家、記述師としても有名。本人の特技を生かしユニークな寺に改革した。声楽家としては、日本の他にヨーロッパでも歌い、2002年からは後進の若い歌手のために毎年声楽のコンクールを開いている。記述研究家としては、 日本記述協会参与としてマジック機関ー123に執筆している。天文家としては境内に春日天文台を持ちプラネタリウムを建設して公開している。プラネタリアム銀河座館長解説委員日本プラネタリウム協議会正会員。本堂に土教中用として電光掲示板によるお経の同時通訳機を設置。 見ていればお経の中身がわかる仕組みになっており、中学生以上の日本語能力で理解できるように文章ができている。1996年には、ペンタックスから試作品のプラネタリウム投影機を譲渡してもらい、銀河座を設置。報事の後にはプラネタリウムで、星空や宇宙の最新映像による説法をし、仏教をわかりやすく解説している。仏教は死後や死期が近づいた。 人たちのものではなく、日頃のストレスから離れリラックスする人生を送る、方法としてあると力説する。また、毎月第1、第3土曜日の午後2時からは、一般向けに、宗教色のない天文普及のプラネタリウムとして、公開している。月2回という、少ない公開日だが、毎月番組を更新しており、解説員2人で解説を行っている。寺の外観は中央に本堂があるが、 これは古都の風情を醸し出す重厚な木造本堂で、東京では最後期の本式木造本堂。旧大工が手仕事で丸く削った柱をはじめ、日本の木材による装備の木造り。十分な前提には、ライオンの石彫刻や木々の間に大型恐竜の模型展示がある。入り口の塀やビルの壁面には壁画が大きく描かれている。 自然と宇宙と仏教をイメージした内容となっており、寺の裏の平40メートルには古代の森に色々な恐竜が遊ぶ姿が描かれている。それらについては銀河座のサイトで見ることができる。東京都葛飾区立石7 11の30。ありがとうございます。